はい、どうも皆さん、こんばんちはです。ポパスです。今日は全然物は出来上がってないんですけれども、社長とまあいつもあれね、雑談がてらのドライブに行きたいと思います。まああれ見たらでけへんわ、すぐそんな無理や、はい、あ、乗ってや、え、よし、え、取ったか、うん、あ、迷った方がいいっちゃう。みんなエアクリノットだけは聞きたくない、聞きたないよ、聞こえへんや。一回向かって、行き過ぎるってことだよな。めっちゃええ音やろ、あれだけ。まあしぶとく、あの、あれやで、マフラー買ったわ。もう取れることないんちゃう、取らない。シートベルトやめとこうか。あかんですね。今日は持ってるで。今日はちゃうけど。でれ。ハイドラは綺麗。ドロレコもドロレコも録画してるな。うん。じゃあ賢くしてんで。一旦停止はせえへんかいね。どうして。ガソリン入れなあかん。待って。まあええか。寒いからとりあえず死にとこう。前も一回。ガスケツ寸前もあったな。でもあのほらあれ、エベさんの笹あ、ちょっとここら辺にさ、うん、その写真のしとこか、撮って別で。ああ、そうやな。ここら辺、ここら辺、うん、あれは見てないやん、こっち。私今指さしてんねんか。ここら辺、ここら辺見てるよ、だいたいわかるよ。俺視野広いからな。俺視野広い、キャッチャーやから。せやな、全然見れるよ。問題の竹の写真を出しとこう。あれな、あれやりすぎやで。だからもうな、うん、もうほらこう4000と5000しかなかったけどな、5000であれやんか。な、4000のやつが、まあ、5000で売ってくれたら、あの、じゃあ5000のやつを4000で売れたらな、4000のやつ売り切れてないからな、うん、で、あれやんか、あの笹やから、なんか商売繁盛とか、なんか、うん、かなりやんで、商売繁盛、あんな笹、弦悪いやんか。マジで弦担ぎに行ってる、めちゃくちゃ悪いよな。弦悪いからもうやめとこうもんね、もう来年からもういかんとこうもんね。お前さ、そこら辺に竹見っけてさ、切ってきた方がさ、そうそう、あの飾りを付け替えた方がいいよ。そうそう、せやで、ほんまにあれは悲しすぎるわ、見とって悲しいもん。なんだっけ、あれ火事ちゃうんですか。ちゃうで、工場や、あの色は工場や。工場やけど煙出すぎやで、すごいな、ほんまやな、いつもより出すぎや。寒いんからかな、危ない、多分そうやろな、蒸気やな、うん、寒いからや。すごいな、めっちゃ綺麗に見えんな、寒いと、うん、腰とか寒かった方が綺麗に見えるって言うもんな。知らんけど、夏の海の方が綺麗よな。海見た時に、うん、今映っとったから俺ちゃうとこ照らしたから、俺ゴープロ曲がってるもんな、ね、まっすぐ来てるよ。さっき私が手描いたんや。もうちょい、もうちょい真似よう、前か。これ何やん、何やってんのか。あ、ダクトやな、ダクトやけどな。いや、鳥島エネルギーセンターやって、なんか燃やしてんじゃん、燃やしてエネルギー使ってんじゃん、面白いな、危ないな。ダララ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 、ここな、ダララララララ。昔俺一回スイフトで、うん、鈴木の営業マンとな、うん、スイフトスポーツが出た初期のやつよ、うん、あれで思いっきり S 字走って警察追いかけてきて、え、ここで U ターンして、うで、この路中の車の後ろに隠れて、うで、行き過ぎたところ U ターンして逃げて。え、でもナンバーで行かれるんちゃう。いや、そんな俺のスピードでナンバープレートが控えれる速度じゃないやん。場所行って、そうだな、そのケツにつけれることがないやん。せやな、すごいな、でもびっくりしとったんちゃうん、鈴木の営業マンの人、まあ捕まったとしたら俺がまあ点数引かれるから、
まあそうか、うん、そんな営業者でそんなせんといてくださいとかにはならへんの。営業者ちゃうか。それもバイクとかでレースしてれば大丈夫。もうその辺はもう大丈夫。しゃあない。もう今偉いさんになってるけどね。あ、そうなんや、うん、面白いな。そんな、え、2人で行っとったってこと。そう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 、結構だいぶ前の話は偉いさんになってるってこと。そう、もうじゃあスイートのはもう出たから。もう初期やもんな。初期やから。俺みんな知らんのじゃん、こんなとこ。あ、知ってるか。こう初めドライブ、うん、ロードスターのドライブとかこの辺行っとったもんね。あ、そうなん、うん、マキさん運転で。いや、誰運転、まあ、俺が運転してる時の方が分かる。あ、ほんま。そうそうそう、サイド引いたりとか、あの砂利のとことかあるやん。あ、マキちゃんはそんなことはしへんけど。どうする、私急にサイドバー引き出したら。なあ、この間のうまいこと信号無視映ってなかったな。こっちがこっちな、あれやったけど、こっちが赤やったやろ、うん、だから確定できへん。こっちが青なっとったら信号無視やで、うん、な、決定やな。決定やったけど、こっち赤やったから大丈夫やった。せやん、両方ともそんなんな、うん、な、赤、青でしたわ、通らんもんな。で、あれやん、うん、ほら登録者数9000、次9000、もう今月中ぐらいには、ね、な、はい、なりそうな感じやけど、はい、また今回もポスターしようもとってやるか、プレゼント企画ね、うん、ポスターな、あのワークホースのな、はい、うん、あれはレアかもからな、もう非売品やからな、うんうん、もう出てないからな。あれは押されてたね、そうそう、ワークホースの人もね。あれをやろう思ったんやけど、うん、あのスナップオンの、はい、そうです、今回カレンダーいただきました。だからカレンダーやからちょっと早う、そうな、1月やからちょうどいいよね。そうそう、1月中にはできるだろうという感じで、まあ、ついでにワクオーズってカレンダーあったんかな。 あったな、使った、もらってよ、使ったか。そうやな、あれが一番書きやすいから。そう、あれが一番でかいし、あれ1個置いとったやからな。鈴木も1個あんねん。そうやな、まあな、ライブするやろ、また。まあ、まあ、商品の商品な、紹介な。まあ今回はちょっと目玉商品はそのカレンダーやな。だからポスターはもう1万の時にな。うん、行こうか。次1万まで、でもちょっと遠いやろうな。まあ分からんけど、かかんじゃう。うん、まあ、9000の9000の時はそういうことでね。どうしたの、なんか足回りおかしないか、ガタガタ言い出した。段差ちゃう、道ちゃう、道が悪い、悪なってんねやろな。めちゃくちゃ悪いで今な、すごいよ、もう穴ぼこだらけや、すごいよ、ほんまに。でもな、こういうとこ走る、ライブ、うん、ライブ、あれ何、こう、なんかこの動画の一個一個開いていったら、うん、その動画で登録者数が増えてますよとか減ってますよとかあんねんな。ライブ全部減ってるもん。2とか3とか1とかな。綺麗にマイナスばっかりやな。そうそう、だから登録してくれた人がライブを見てやめちゃうね。やめるやつが多いな。しょうがないけどね。でもちょっと改善はしたいから、何が浮かんのかを教えてほしい、優しめで。でももうその人らもうおれへんや、登録し、まあ、聞いたからな。まあ、もう一回見てくれたらいい。だからライブの時にな、言うたらいいね、何があかんのか。そうそうそう、ライブで登録者数が減るからな。うん、ちょっと教えてくれよと。何があかんで、何にも考えてないのか普通な。ロレックスやってるあのテルオ、はいはい、はい、もう今300人ぐらい来んねんやんか。俺らと人数がちゃうやん。すごいなぁ、300も来んの。もう10倍、20倍ぐらいになってくるな。わー、すごいね、それも。ちゃんとあの資料整えてるもん。え、でも私らのあれで資料なんかどうやって作ろう。ね、どうやって作んのよ、私らのあれで資料。いや、なんかこの言うことな、するとか難しいやん。めっちゃありきたん、ね、ありきたりっちゃう。なんか課題、行き当たりばったり か、そうそう、課題を決めるっていうな。うーん、課題な。今年はじゃあ課題を決めてライブをしようか。一発目のライブはまああれやん、9000人やん。そう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 、その時に課題を決めて、その課題でなんかこうな。そうやな、難しいよ。こういうほらダンプの鉄道に、うん、石とか乗ってるやん、うん、まあ、これコンクリとか、まあ、なんか洗面か知らんけど、うん、あんなあったら昔はケツずっとついてきよ。ほんで
っと落ちたらフロントガラスに当たって飛び石に出た。あれってさ、落とした人に請求できんの？できるできる、保険で、できんねや。そう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 、これやろ。今は過失があったら、あれかもわからんけどな。あ、くっつきすぎてるとか、そっちか。え、そっちの過失？自腹切らなあかんのかから、そういうとこに石とか残ったかい。ああ、そういうことね、そういうことね。会社が保険作ってくる。昔あの、荷結構積んどったから、普通に積んどったらもう落ちてくるやんか。なんか結構ケツ使われてな。へー、あ、そうなんや。そうそう、そういう場合は荷物が落ちたということで保険聞こうからね。あ、そういうことな。そう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 。あ、そうな、無理なんやと思っとった。あれ前の人から落ちてきてども。あー、いつまでかかるかな。ターバーターバー無理や。まあ後ろは適当につけたらもう今日でもつくけどな。前はちょっとな、どうせやったらな、綺麗にしたいもんな。いや、つくのはつくかもわからんけど、そのタワーバーのそやな効果がないわ。あれ、これ誰？あのちゃうと思って、ちゃう人やった。ちゃうで、ちゃうで。知ってるぞ、社長。あんな感じ。知ってなかったらあんな本鳴らされてるやん。知ってる人が止まってくれる思ってバックゆっくりしとってやな。おっちゃんやと思って。そうやろ。近所のおっちゃん思って。そうやろ。ゆっくりでよ。怒られる。怒られる。あ、またエンジン切るところもみんなに聞かせようかな。吹かさなあかんね。で、あのタルイやんか。うん。だからボン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 って煽って回転が上がったら、それぐらいからボンと。そういうことね。そうそうそう。近年ね、近年やろ。煽れへんところでボンボンやったら、もっさいやろ。え、ほんで上がったところでエンジン切ったらいいの？ボン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 ってゴーンってこうエアクリの音を聞かしてボンって切る。分かった。くれ？聞こえてるかどうか知らんけどね。いい感じ？分からん。あ、くっせ。これでも俺この匂いは白煙の匂い。オイル。いやいやな、白煙はな。そうそうそう。黒煙はいいんやったっけ。そうそう。これちょっとオイルが回ってる匂いやな。あかんや。まあええことはないわ。年長合わせる今度。ね、なんか薄い知識で言ってんねもの。じゃじゃ、下手ってね。下手ってるから。下手はもうしゃあないな。まあまあ今日はこんな感じで、一個は笹の葉がしょぼかった。2個目は9000人のプレゼント企画ね。まあまたちゃんとした動画あげると思うんですけど、この2つで社長とトークしてきました。皆さん楽しんで聞いてください。ではいいねとチャンネル登録お願いします。他の動画も見てね。バイバーイ。